容疑者の男を乗せたと思われるバスが今出てきました。これから検察庁へと身柄を送られます。過失運転致死などの疑いで今日送検された自称無職の藤田浩介容疑者は今月6日、札幌豊平区平岸4条8丁目の市道で会社員の井上辰樹さんを車で跳ねて死亡させそのまま逃走した疑いが持たれています。藤田容疑者はおととい知人に付き添われて豊平警察署に出頭しました。警察は道路におよそ40メートルにわたり被害者の持ち物や車の塗装片が散乱していたことから藤田容疑者が時速40キロの法定速度を超えるスピードで走っていたとみて詳細を調べています。